はい、こんにちは、ゆうじです。僕のところにはですね、毎日のように、いろんな問い合わせをいただいてまして、中でも特に多いのが、どこどこの機種について、これはおすすめできるのか、教えてくださいっていうような、具体的な機種についての、そのおすすめできるかどうかっていうような、そういう系の問い合わせが、特に多いのかなというような印象なんですね。で、じゃあ僕がどういうポイントでこれがおすすめできるのかできないのかっていう、そういうポイントっていうのがいくつかあって、でその中でもその典型的におすすめできない、特徴っていうのがいくつかあります。なので、今回はですね、おすすめできない水素吸入器の典型的な特徴ということで、お話し、していこうかなと思います。で、今回の動画を最後まで、ご覧いただければ、ほとんどの、大抵の水素吸入器を良し悪しっていうのがすぐに、見分けられるようになるぐらい、結構典型的な特徴を学ぶことができると思いますので、ぜひ最後まで、ご覧いただければと思います。僕について簡単に自己紹介しますと、僕は水素吸入を5年以上続けていまして、おかげでもう肉体的にも精神的にも本当にいろんな効果を得てきました。この水素についての情報も、水素業界に20年近く携わっている、僕が今使っているメーカーの開発者の方から、この業界のもう最先端の情報から、裏の情報まで、もう多くの情報を学んでいますし、僕自身も、効果のないような水素サロンに通って、無駄なお金とか時間を使うっていうような、そんなような失敗もいろいろしてきました。で、このチャンネルでは、そんな僕が、この水素吸入で、最大限に効果を得られるために役立つ情報をお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いします。では早速本題に入ろうと思います。おすすめできない水素吸入器の典型的な特徴ですね。全部で3つありまして、まず1つ目の特徴としては、水素濃度が 100% に近い水素吸入器ですね。で、この水素濃度が 100% に近いっていうのはどういうことかっていうと、結構その製品の、概要欄というか、チラシだったり、カタログサイトだったりに、その製品の、スペックだったりが書いてあると思うんですが、そこに大抵、水素濃度っていうのがあって、その発生しているガスの中の濃度が、100% だったり、あと 99.999% とか 99.5% とか、そういうその 100% に近い水素濃度、水素純度の水素吸入器ですね。これはもうこの時点で、おすすめできません。で、この世の中の水素吸入器のほとんどは大抵はこういうような表記があると思うので、もうこの時点で、これはおすすめできないなと僕は判断しています。で、なんでかっていうと、これはですね、H2 ガスって言われる、水素分子ガスだからなんですね。で、僕は、他の動画でも何度も言ってますけども、おすすめしているのは、HHO ガスっていう、水素酸素混合ガスですね。こちらを おすすめ、していますので、H2 ガスの場合には、もうその時点で、これはおすすめできないなというふうに判断しています。で、じゃあ、なんで HHO ガスがおすすめなのか、H2 ガスはおすすめできないのかというと、これはですね、水素を原子の状態で吸入できるかどうかっていう違いがあるからなんですね。HHO ガスの場合は、水素を原子、H 単体で吸入できて、逆に H2 ガスの場合は、H2 っていう、水素分子の状態で、吸入する。この違いが大きいんですね。じゃあ、この違いがあることで、どうなるかっていうと、この水素吸入って何のためにするかっていうと、一番の、狙いというか、目的としては、ヒドロキシラジカルっていう活性酸素を除去することが、一番のお狙いだと思うんですが、HHO ガス、H を単体で吸入すると何がいいかっていうと、ヒドロキシラジカルって、化学式で書くと OH- っていうふうに表記するんですが、その H 単体で吸入すると、それをすぐに直接、体の中で発生しているヒドロキシラジカルと、すぐに OH と H で反応して、H2O っていう水になって無害化してくれるっていう、そういう、特徴があるんですね。で、逆に H2 っていう水素分子の状態で吸入するとどうなるかっていうと、H2 を吸入して、で、体の中に発生したヒドロキシラジカル OH- が発生したとしても、H2 の状態だと OH- 反応できないんですね。じゃあどうするかっていうと、H2 を体の分解酵素を使って H と H に分解して、で、初めて、ヒドロキシラジカルと反応できるっていうことになるので、体の酵素を余計に消費してしまうっていうことですとか、あとは一手間、余分な工程
性が生まれてしまうっていうこととか、そのHHOガスに比べて、非効率なんですね。で逆にHHOガスの場合は、そういうその分解酵素を使うとか余計な、ね、体の酵素を消費することなく、余計な手間をかけることなく、もう最初から H 単体の状態で、吸入できるので、ヒドロキシラジカルとすぐに反応できるので、効率的にヒドロキシラジカルを除去できるっていうのが、まあ、一番の違いであり、それだからおすすめなんですね。でじゃあもちろん人によってはですね、HHO ガスなんてそんなものは存在するわけがないとか、科学的にありえないとか、まあそういう主張とか考えを、持たれている方っていうのも、いらっしゃるんですが、まあただ事実として、僕自身もともとは H2 ガスの吸入をしてましたけど、その後今は HHO ガスの吸入器を6年間近く使ってますけども、やっぱり体感としても効果としても明らかに HHO ガスの方が効果を感じてますし、まあ違いは分かってますので、やっぱりそういう意味で身をもってこの HHO ガスを、おすすめできるなということは言えます。なので、まあ、話を戻しますけども、大抵のこの水素吸入器っていうのは、まあ、水素純度 99.9% ですとか 100% に近い、水素濃度のガス、まあ、イコール H2 ガスであるっていうことが、まあ、ほとんどなので、その時点で、これはおすすめできないなというふうに判断しています。まあ、これが多分一番判断するにあたっては分かりやすいのかなと思います。で、じゃあ、続いておすすめできない水素吸入器の典型的な特徴2つ目としては、電極の金属がステンレスもしくは非表示非公開の水素吸入器ですね。まあ、大抵の水素吸入器は電気分解方式っていう、その水を電気分解することで、水素のガスを発生させるっていう水素吸入器がほとんどなんですが、この電気分解するためには電極っていうその金属の板を、使う必要があるんですね。この金属の種類が非常に重要で、まあ、ステンレスを使うと溶けてしまうんですね。電気分解して水素を発生すると。で、溶けるとどうなるかっていうと、その水素のガスの中に不純物としてステンレスの溶けた金属、例えばクロムだったりニッケルっていうそういう重金属がガスの中に混ざってしまって、それを一緒に吸い込んでしまう、吸入することになるので、水素と一緒にそういう不純物重金属も体の中に入ってしまうっていう、まあ、それが結果的に何かしら の, その体調不良だったりとか、そのマイナスに働いてしまう可能性、危険性っていうのがあるんですね。なのでやっぱこのステンレスの電極金属を使っている水素吸入器っていうのはもうおすすめできません。中にはですね、これはステンレスだけど医療用ステンレスなので安全ですみたいな、そういう風なアピールをしているようなところも最近見たりするんですけども、まあ医療用ステンレスだろうが何だろうが、ステンレスはステンレスなので、もうステンレスである限り溶けてしまうんですね。でこれなんでそんなことが言えるかっていうと、もう20年以上、この水素吸入、水素関連の研究をされている方がですね、この電気分解の金属、もう全ての金属を使って実験した結果、この3つ以外の金属はもう全て溶けたっていうことが分かってるんですね、実験によって。だからまあステンレスも、まあ、ステンレス1つ取っても、まあ、いろんな種類があるわけなんですが、最もステンレスの中で頑丈と言われている 316L っていう種類のステンレスでも溶けたっていうことが分かっているので、やっぱこのステンレスを電極として使っている場合はもう溶けて、でそれがガスの中に不純物として入ってしまうので、その安全性っていう部分で危ないので、おすすめできません。でじゃあ何がおすすめかっていうと、まあ、僕が使っているのもそうなんですが、チタンプラチナの電極ですね。でこれであれば、まあ、少なくとも僕が使っている機械については初代の開発されたのが今から14年前ぐらいになるんですけども、未だに全くその電極が溶けるとか腐食することなく、不純物出すことなく全く問題なく稼働していますので、もちろん僕が使っている機械も6年近くなりますけど、全く問題なく不純物のない水素酸素ガスがを吸入できているので安全かなと。で逆にまあステンレスだとそういう溶けるリスクもありますし、あとはまあもう一つその非公開だったり非表示のものですね。でこれは電気分解の方式で水素を発生させますっていうふうにしているのに、その電極の金属の種類が書いていないっていう製品っていうのが、これも結構多いですね。まあ、結構どころじゃなくて非常に多いので、まあ、その時点で、ステンレスの可能性は高いですし、なんならその書いてないところに、この水素吸入器の電極は何の金属使ってますかっていうふうに問い合わせしてもですね、それは企業秘密なので、教えられませんっていうような
対応するところもありますので、何使ってるかわからないものを体に吸入するっていうのはちょっと、怖さもありますし、安心して使えないと思いますので、やっぱそういったところっていうのも、おすすめできないかなと思います。とにかく、ステンレスっていう時点で、僕はおすすめできません。なので、二つ目としては、電極の金属がステンレスのもの、もしくは、非表示だったり非公開の製品っていうのは、おすすめできないなというふうに僕は判断しています。で、最後三つ目ですね、おすすめできない水素製品の水素吸入器の典型的な特徴。三つ目としては、ガスの成分が不明瞭な水素吸入器ですね。でこのガスの成分って何かっていうと、要はその機械から発生しているガスに何が含まれているのかっていうのが全て 100% 表示できされているか、明確になっているかっていうことですね。例えばですけど、じゃあ仮にこれはその水素濃度 99.9% のガスを発生しますっていうような、製品があったとして、もちろんその時点でそういう機械があったとして、じゃあ残りの 0.1% は何なのかっていうところまできちんと明確になってるかどうかなんですね。で、そこがじゃあ仮に明確になってない場合に、じゃあその 0.1% って何なのかがわからないとですね、もしかしたらそれがステンレスからが溶けたことによって発生しているニッケルとかクロムなのかもしれないですし、そういう不純物が発生している可能性っていうのもあるので、やっぱりその 99.9% ではじゃあ残りの 0.1% は何なのかとか、 99.3% であればが水素っていうことであれば、じゃあ残りの 0.7% は何なのかとか、そういうそのきちんとその 100% そのガスの成分が分かるかどうか、明確になってるかどうかっていうところが見分けるポイントとしては大事ですね。じゃあそれが分からないとなると、もしかしたら隠している公開できない何かが入っている可能性っていうのもありますので、やっぱそういう不明瞭なところっていうのはおすすめできません。大抵の水素製品は、典型的なポイントとして、H2、水素濃度が 100% 近いもの、もしくはその電気分解の金属がステンレス使われている、もしくは非表示なものっていうので、大抵は、もう、抑えられるんですが、じゃあその2つをクリアして、仮にじゃあ水素ガスが、HHO ガスで、電極もシャンプラチナとか、安全なもの使ってるっていう、特徴の1つ目と2つ目の、おすすめできるポイントかをクリアして、それは本当に安全なのか、おすすめできるものなのかどうかっていうところまで来たら、最後にやっとこの3つ目だと思うんですよね。実際ガスの発生しているガスの成分は安全なのかどうかっていう、不純物が発生してないのかどうかっていうところも確認すると、僕が知ってる中では、HHO ガスでチタンプラチナ使ってるっていうところではあるんですが、そのこのガスの成分表を見てみると、なんか水素が60何パーセント、酸素が30何パーセント、窒素が 0.何パーセントっていうふうに、書いて公開してるんですが、それを全部足しても 100% にならない状態で公開してるところもあったりします。99.3% とか 4% 合計しても 100% にならない。じゃあ残りの 0.数%は何なのかっていうところは、不明瞭だとですね、もしかしたら何か不純物が発生して、でそれが隠されている可能性っていうのも考えられますので、やっぱりそこはきちんとその 100% 何なのかっていうところまで、しっかり確認して、で不純物がないっていうことを確認できたら、やっと、おすすめできるのかなっていうふうに思いますね。もちろんそのそれもガスの成分っていうのも第三者機関によってきちんと検査されたものっていうものがであれば、より信用できると思いますしね。ということで、今回おすすめできない典型的な水素製品の特徴ということでお話してきましたけども、おさらいをすると、一つ目が水素濃度が 100% に近いもの、これっていうのは H2 ガスなので、その時点でおすすめできないと。この一つ目のポイントだけで大抵は判断できるのかなと、これはおすすめできないなっていうものもほとんどがこれかなと思います。で、2つ目がその電気分解 その電極ですね。電極の金属がステンレスのもの、これっていうのは溶けるリスクが非常に高くて、不純物特に重金属ですねが混ざってしまう可能性っていうのが高いので、危ないですと。で、あとは、ステンレスとも書いてない非表示とかだったり非公開なものっていうのもステンレスの可能性もあるのでおすすめできません。で、最後3つ目がガスの成分ですね、100% にならないの、何か一部隠されているものが あると不明瞭なものだと、そこ
後も何か隠されている可能性っていうのもあるので、まあ、おすすめできないという、まあ、この3つのお話でした。で、まあ、この3つを押さえていただければ、まあ、大抵の水素製品の良し悪しは判断できるのかなと思いますので、ぜひですね、繰り返しご覧いただいて、まあ、ご自身で何て言うでしょう、より見分ける力っていうのを高めていただきたいなと思いますし、もちろん今回のお話しした以外にも水素製品を見分けるポイントっていうのはより、まあ、深い部分っていうのはありますので、でそれについてはいろんな切り口で、まあ、僕他の動画でもお話ししてますので、もし興味があったらそちらも合わせて、ご覧いただければと思います。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。最後まで動画をご視聴くださいましてありがとうございました。僕は水素吸入で最大限効果を得るために役立つ情報をこういう YouTube とか SNS を通じて発信しているんですけども、それ以外にもメルマガを運営しています。でメルマガではこういう YouTube とか SNS で一般公開していない情報とか、あとは、まあ、ネットではなかなか拾えないそういうレアな情報、あとは僕が愛用している水素吸入器の、まあ、メーカーについての詳しい情報などを発信しております。もし、まあ、メルマガに興味がある方は概要欄に登録先のリンクを記載しておりますので、そちらからご登録くださいますようお願いします。で今メルマガをご登録いただくとですね、特典というか、まあ、プレゼントということで効果を最大限得るための水素吸入器の見分け方のマニュアルとか、あとは知識をまとめた冊子をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にご登録くださいますようお願いします。